はい、てっちゃんはジャーナリスト、いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、大相撲終わりましたね、名古屋場所ね。でね、今回、照ノ富士が優勝ということでね、ちょっとね、照ノ富士ね、これでちょっとね、引退の噂もありましたけどね、これでもうしばらくもう安泰ですね。で、安泰な理由はね、何個かあってね、今回7月場所を見て感じたことはね、あまりにもね、大関陣が不甲斐なさすぎると。だから横綱の次の大関陣が不甲斐ないと、協会もね、大関陣が不甲斐なくて横綱一人しかいないのにね、横綱を辞めさすことしないですよ。人気とかね、やっぱいろんなこと考えた時に、そうすると、一人横綱で辞めれないのもあるけど、辞めさせてくれないのもあって、辞めさせてくれないということは横綱としてお金が入ってくるわけでね、月300万か。だからこれはね、非常に照ノ富士としてはラッキーで、一回優勝したことによって、これで一回優勝するとね、1年持ちますよ、最低でも。ほんで大関がだらしない、一人横綱ということで、またこれでプラスアルファでね、これね、僕はね、照ノ富士はね、比較的好きな方なので、優勝もね、非常に僕は嬉しかったですね。で、それとあとね、テレビを見てたらね、照ノ富士が優勝した時に、なんていうかな、控え室に帰る途中にね、白鵬がね、こう抱きかかえてたんですよ。で、僕あれ見た時ね、ちょっとね、感動したっていうよりも、さすが白鵬、目立つことするなと思いましたね。でね、やっぱりその見える場所でね、見える場所というか、そういう、その、なんていうかな、警備してたんで、余計、こう、近くに入れたんでしょうけど、テレビとかが捉えれるような場所で、優勝したての照ノ富士に、こう、祝福をしてる、箱、これね、宮城の親方ね。で、これをね、感動したという人もいるけど、僕はね、これは白鵬の一種のパフォーマンスの一つだなというふうに思いましたね。で、確かにね、照ノ富士嬉しかったと思うし、祝福してくれて嫌な思いはしないけれども、ただ祝福してくれたからといってね、照ノ富士が白鵬に、心を寄せてる、心からね、形上は寄せてるんでしょうけど、心から寄せてるかどうかは、これはまた別の問題で、今回ね、なんていうかな、実はね、照ノ富士が、長くね、頑張れれば頑張れるほど、白鵬の部屋持ちの復帰は伸びるんですね。で、一番ね、ネックだったのは、なんていうかな、白鵬からしたらね、照ノ富士が優勝すればするほど、白鵬としてはね、一つは同じ同胞のね、モンゴル人が頑張ってくれてるのもあると思うんですけど、あのまま引退したら、自分が2010何年に春間寺と一緒に正座させられたことがダメだったんじゃないかとかね、あるいは白鵬、宮城の親方が、伊勢ヶ濱部屋に一緒に行ってね、やってることがマイナスに動いたんじゃないかと思われることを、白鵬はね、嫌がったんじゃないかなと。だから白鵬が伊勢ヶ濱に行っても、みんなね、環境が悪いとかね、いろんなこと言われててもね、プラスの方向に行ってんだということが出れば、もしかしたら白鵬は
あの部屋持ちになるのが早まるんじゃないかというふうに白鵬は思いがちなんですけど、ところがね、もうね、これ噂話ですけどね、白鵬がどんなに、まあ、一場所が終わってね、こう白鵬がどういう状況を報告をして、いつ部屋持ちになれるかって、これねもう決まってるらしいんですよ。もうほぼほぼもう2年なら2年、3年なら3年で、だから一場所おきに、白鵬がちゃんとやってるかをこうチェックするっていう話でしたけど、実際はねもうすでに最初からね、あの2年3年ってもう決まってるんですよ。だから、伊勢ヶ浜もしかしたらね、白鵬の思惑の中にね、部屋を持てれば一番いいんだけども、照ノ富士がそのまま現役を続けれれば、伊勢ヶ浜親方が65歳の定年になった後も、照ノ富士に部屋を譲ることができなくなりますよね。なんでかって力士の現役だから。でそうすると来年の6月に照ノ富士、後を継ぐって言われてる照ノ富士が現役だった場合、誰かが親方にならんといかんと。だから一時的に白鵬が伊勢ヶ浜親方、だから伊勢ヶ浜部屋を、まあどういうふうに、まあ仮にね、まあ部屋付きがなるのか、白鵬が一旦そこで師匠のみたいなことをして、だから結局ね、伊勢ヶ浜親方が引退した後誰が部屋を見るかなんですよ。で後継ぎが現役だったら誰かがやらないからでしょ、ワンポイントで。それが白鵬になるんじゃないかっていう、白鵬がね思ってるんじゃないかっていうようなことをね、これ誰かが言ってましたね。だから宮城の部屋を再興できればなお一番いい。しかしもっと言えばね、伊勢ヶ浜部屋を、まあ、部屋の名前が変わるかどうか別にして、あれを継げればなおいいと。だから照ノ富士が引退するまでは一時預かりのような形で部屋を継承するんじゃないかっていうこと、継承したいというのもどうもあるみたいということが話で出てますね。だからね、いつまでもしたたか、しまいには部屋の最高よりも宮城の親方、宮城の部屋、じゃあ伊勢ヶ浜部屋を乗っ取ろうと。恐ろしいな。これが本当だったら白鵬は恐ろしい。